皆さん、皆さん、谷口さんで拍手をお迎えください。よくシャリノリの音って書いてるので宗教法人で間違えたりするんですけども、まあ、そんな和音の、7年半も大阪で活動しているんですが、それが分かるような映像を1分、20秒ぐらいで。
読みませんよね、今字が小さくてね。小さく読めないけど、僕がこう勝手に言って読みます。僕1964年生まれ、高松で生まれてます。で今大阪に住んでおります。で、まあ、学生時代からうだうだとこの辺りで遊んだり、ビールを作ったり店を作ったりいろいろやってます。でその後にですね、ちょうど今ここ橋渡るところの、今ちょうど大田子さんが入ってるところですね、あそこで、8年間、クラブとかギャラリーをやってました。ちなみに僕の前の店長さんがあのテレビに出てるデューク・サライエが僕の前の店長です。でそんなことやってまして、今は、アメリカ村にディク・ミオート・アート・アルダイナーっていうカフェがあるんですけども、802とかやってる、そこのマスターの古谷君と、ゲート・オブ・ドラゴンというユニットを作って、今引っ掛け橋のところに H&M になってますけども、あそこにキリンプラザ大阪っていうのがあって、そこのライブディレクターでいろんなイベントをやったりですね、いろいろしてました。でその中で今モットーにしてたのが、まあ、自分が面白いものしかやらない、目の前のお金を積まれても、やりませんっていうのを、まあ、25年とか続けてまして、まあまあ、それは死ぬまで続くんだろうなというふうに思ったりしています。で、そのことやりながら一番今年一番面白かったなと思うのは、近鉄アート館の、外部プロデューサーがやってまして、オープニングで片岡愛之助さんの、特別講演があったんですけれども、その中で、住江市の東岳さんのライブペインティングをしようという話を持ちかけて、で、まあ、それが実現したのが一番最近の面白かったなというイベントですね。僕、出身が四国の高松なんで、高松の行政と一緒にイベントをやったり、ギャラリーを作ったりという形で、最近少ないですけども、多い時は月の半分とか3分の1ぐらいを高松と行ったり来たりをしています。それともう一つあるのが、多分このロフトプラスワンさんともすごく相性がいいんですけど、レッテルアーツっていう団体を率いてまして、そこが、世間から、なんていうかな、レッテルを貼られてるアーティスト、セクシー系の人、金箔賞だったり、もろもろの人を、表現の場所を与えるという活動を今10年間やっています。そんな感じです。まあ、他にもこう写真的なところに行くとこれですかね。まあね、皆さんよく知ってるのは、まあ、御堂筋アートグランプリっていうのは、まあ、まあないんですけどね、御堂筋車を止めて、いろんなアートイベントを、これ大丸と日光の間ぐらいですけどね、で後でゲストに出ますが、新聞女さんもパフォーマンスをやってくれたりっていう、左下の写真ですね。そうですね、はい、僕一番最初これね、多分ずっと続けてる人は僕だけなんですよ。大丸の今北館がまだそごうであって、そごうが潰れたと思って、建物自体を組んでる時にトラックダンプカーとか出入りしてる時に、あそこの下の、ステージを作って御堂筋側にお客さんを入れてやったのが最初の御堂筋のイベントなんですね。その時からなんで、まあ、結構長い間かかりましたね。はい、星型のやつにこう絵を描くのは個人的に非常に、ね、角度が大変なちょっと思いました。はい、はい、なんかそんなことをちょっと思い出してこれさっき話してました片岡愛之助さんの特別公演で、あやつり三馬荘っていうのを踊ってもらってる間に、後ろ側で東田口ちゃんが、40分ぐらいかな、で竜を4匹と真ん中で白く開いているところが実は松の部分を開けてるんですね。はい、で一番最後に愛之助さんが終わる直後になったら、黒い軍手をはめてるんですけど、金色の色の中に指を突っ込んでこう手でバタバタバタと書くんですね。そうすると指のこの一本一本が松葉になって、こう松ができてくるみたいな。はい、でさっき言ったエロティックのやつで言うと、ポールダンスをやってたり、ドラッグクイーンのイベントをやったり、金箔のパフォーマンスをやったり、まあ、いろんなこんなエロジックのことも、年に数回はやってますよっていう形です。はい、で、それはもう今までのやってることで、まあ、ここからが砂さんと今日喋る本日のテーマトークのテーマということで、まあ、メインになるのは都市とアーティストという形です。で、もしお時間があればそのアーティストとして生きるというか、今僕が若手のアーティストに思っていることということで喋らせていただきたいと思います。
まあ、そんな感じで今日のトークテーマという形で、都市とアート、もしくは都市とアーティストというところで喋っていく感じですね。で、基本的に答えがあるようでないような話だとは思っているので、まあ、時間もありますので、まあ、会場の皆さんがですね、注文しながらですね、なんかあるたびにいただいたら全然こう前を向けますので、よろしくお願いしたいと思っています。まあ、と言ってもなんかいきなり言ってもね、なんかシャイな人たちが多いと思うので、まあ、若干話をさせていただくと、いや特にね、僕、本当思うのが、その大阪っていう街がすごく僕、悩ましいところがある気がしてて、何が悩ましいかというと、その、まあ、東京っていう街があるんですよ。でその、まあ、東京と大阪は全然比較してるわけじゃないんですけど、その少なくともその地方って考えたときに、その大阪っていうのはやっぱり、まあ、大きな街だと思うんですよ、はい、だその大きな地方都市においてアートをやるっていうのは、例えばその過疎地であったりとか、そのまあ誰もいなくなってる、本当に若者が誰もいないところでは全然違うような意味合いがあるような気がしていて、僕が今悩ましいのがその、まあ、誰かに言われても個人にあるんですけど、そのいわゆる大阪の街って本当コンテンツがいっぱいあるじゃないですか、まあ、阪神タイガースもそうだし、まあ、吉本でも何でもいいんですけど、まあ、こだまでもないんですけど、その中でアートっていうものを、することの意味って何なのかな思うんですけど、それはどうですか、大阪で。非常に難しいと思いますよ。というのは、僕いつもアートイベントやるときにスタッフに言うんですけど、でお客さんから2000円、3000円もらってくるよ、もらうとしても、じゃあそのお金で遊べるものって他に何があるっていうと、当然映画もあればいろんなことありますよね。すごい強行するものが多いんですよ。例えば急にね、お休みができた、じゃあ何しようかなっていうときに、絶対アートに行こうっていう人少ないですよ。いろんなことがバレないなって選択肢が、はいはい、だから都市っていうのは逆に言うとすごいコンテンツがいっぱいあるようなんだけど、どれかの絞るっていうのはすごく難しいって言ったら、まあ、田舎に行くと逆に言うとないから、ちょっと面白いイベントとか来るともうね、おじいちゃんおばあちゃんが孫連れてやってきたりするわけじゃないですか。そうですね。だからそんな形なんで、それとまあちょっとこうアートって何って書いてるんですけど、いつもこういうところでアートの話をさせていただくときに、まあ、本来お客さんと話するんですけどね、対話するんですけど、じゃあアートって何なんですか、何と思ってますかっていう形を聞くと、やっぱり100人と100人違うんですよ。でその前提としてやっぱりあるのが、例えば現代アートとかいう部分と、まあ今ね、曲調してもいいですけど、あと例えば後でね、田塚さんも出てくれるんですか、例えば書道であったり、お花であったりという感じですから、あれ俗に言うと美術のジャンル、生活美術っていうジャンルなんですね。生活美術と現代アートなんていうのは同じアートっていうのは思ってますけど、全然性格違うんですよね。これは岡本太郎が生前からずっと言ってるのは、芸と芸事は違うっていうのをずっと言い続けてるんですよ。例えばお花なんていうのは自由に出て来られるんですね。先生が見本見せて、その通りに生ければよくできましたね、ちょっと変わって生き方をするとあんたダメでしょみたいな。でも本来芸術であればオリジナルの生き方とか表現方法を模索してもいいはずなんです。でもそれをやったら許されないという世界も確実にアートの世界にはあって、でそのあたりがすごい混同しているというのがまず一つと、もう一つはアートって僕いつもね、接着剤って言ってるんですよ。概念だけの世界なんですよ。100人が100人とも違うよね。だから一回品川さんに言ったこともありますけど、最近アートってことをよく聞くじゃないですか、この数年ね、はいはい。アートっていうときはアートが貧しくなっている時代ですよって言う。もともと豊かな時代っていうのはアートなんて言わなくていいんですよ。目の周りにいっぱいアートがあるし、みんな芸術に増えてるのであれば、でもそれが乏しくなってきたり、それがちょっと違う方向に行ったりするので、声高にアートって言ってるような気がして、まあそういうのが前提にあるんだろうなと。だからまあアートがすごいこう使いやすい言葉として今皆さん使いますけど、実はその実態、じゃあアートって何ですかって聞くと、すごくファジーで、それぞれの価値観によって違うので、はい、結構アートって言葉って、ある意味ちょっと危険な言葉でもあるような気がしています。それは本当思いますね。まあ、いわゆる全国のアートプロジェクトが集まっているような地方商人とかに参加すると、まあ、そもそもアートっていう言葉を使った時に、大体みんなが私にとってのアートは違うとかって、本当にこう話が進まないっていうところがあったりするんですけど、そのアートって言葉もすごい悩ましいところがあったりするし、あとすごく気になってるのが、突っ込んだ話をすれば、某瀬戸内芸術祭というのがあって、隠してないですけど、いやいや、今の関するってあれなんですけど、いや、全然いいと思うんですよ、素晴らしいと思います。ただ一方で、それがあった、ね、後にこう、
瀬戸内芸術祭みたいなことをやればなんかいろんなお客さんが観光として来てくれるんだって感じで大阪からいろんな行政が行ってなんか今某市とかいろんなところであのアートイベントとかということに対して何かすごく気持ち悪い気がしててあのそれは何が気持ち悪いかって時になんかそれは別にさなんかなんかアートっていう言葉を特に何も咀嚼せずになんかよくわからないけどなんかよくわからない人を呼んだらなんかたくさん人が来てくれてハッピーみたい なんかすごく気楽な感じがするんですよ、ね、なんか僕一回ね、大阪で瀬戸内芸術祭のプレゼンテーションしたんですけど多分あのプレゼンテーションした人はいないと思うんですけど要はなんで香川県があれができたかっていうと実は香川県で、知事さんね知事さんが初めて選挙で選ばれる第1号の知事さんで金子さんっていう知事なんですよ、まあ、ちょっと変わり者だったんですけどで彼が伊佐野内とか井の熊源一郎とか、丹下健三像とか皆さんそのあたりもちゃんと知ってて彼がまだワンマンで香川県にそういうアートの種をまいちゃったんですよねだから香川県民としてみたらそれがもうベースにあるんですよねでそこにたまたま次はベネッセさんがやってきて直島の再開発や何やかをやっていってでそこに経済産業省の予算なんかがついてしまったもんだから、まあ、ああいうでっかい規模になったというのが一つとそれとあれがすごい特徴的なのが島なんですよねで僕他のアートイベント行ってもなかなかあの日常を引きずっちゃうんですよでもやっぱり島なんで船に乗らないといけないんであのちっちゃなフェリーとかちっちゃな渡し船なんですけどそういうもう手を伸ばせば下のこう水が海面が触れるぐらいのそこにこう乗ると一気にリゾート感覚というかもう日常のこと全部忘れましたっていうふうになるんですであのね切り返しがすごく良くて多分あれが面白くなかったらリピーター来ないんですよでもまあ結構増えていってて最初は10万人で次はまあ10何万人でただ僕はもう少しすると横ばいになる、と思ってますので、はい、もちろんそれはマックスかなっていうふうに思ってますね、そうですね確かにまあ、ここの場所にたどり着いた人なんかも思うんですけどやっぱり多分半回を抜けてきたと思うんですよだからそういうところからここに来るというのは割とまあこのスペースだけ日常的なところもあるけどなかなか切り替えが難しいって思った時に、まあ、瀬戸内芸術祭の場合は特にこう船とかで、ね、行くのでそこは非常に素晴らしいところじゃないかなと思います僕ねこの前数週間前あの新世界でセルフ祭りってやったじゃないですか間違えてますか、ね、世界市場でね、はい、で、まあ、僕は次はイベントの告知もあったのでなんかちっちゃい机借りてたんでまあ、とりあえず川田さんの看板と言ってきたらまさにねあれすごくすごかった僕あれ結構、ね、可能性感じてるんですよ可能性、はいはいはい、あんだけ商店街のボロボロした加減とあいつらがやってるなんかめちゃくちゃ加減っていうのが、まあそこじゃないとできんだろうなみたいな、はいはいはい、なんでなんかカラオケやってても近所のおっちゃんが一曲歌わせてくれとか言ってランニングしてきたり、はい、そんなの多分他の都市ではないんですよないですね。結構フレンドリーですよね、おじちゃん。普通にあの歩いててもナンパしてくるぐらいフレンドリーですか、ね、それフレンドリーだから普通に、ね、じゃあ綺麗やなってすれ違いながら言うっていう、そういう街ってなかなかないし、今まで体験したこともない感じですよね。なんかまあ、僕もはっきりわからないけど、あこれがなんかちょっとした、ひょっとしたら、その混沌とするなんか大阪の、まあ、あのスタイルがいいかどうか別として、ああいう形の表現方法みたいなのは、今年大阪に合ってるのかなみたいな。だから高いところから何かが降りてきて、じゃあこれをやりなさい、これはいいものだから街ぐるみでやりなさいっていうのは多分ね反発するんですか。もともと大阪の人って行政のね言うこと聞かないっていう街ですから。じゃなくて何かわけのわからんムーブメントが起こってきて、そういうつらがなんか中心になって、なんか渦を巻きながら周りのやつが知らないで引きずり込まれて大変な目に遭ってるみたいなね。そういうのがいいと思うんですけどね。いやその力でも強い街だと思いますけど、もともともう歴史的に、まあ、秀吉かどうか分かるけど、もっと前からかもしれませんけど、そういうところがあると思います。ちなみにセルフ祭りって行かれた方いけますか？知ってる方？結構知ってますもんね。はい、セルフ祭りちょっと補足すると、いやあれが面白いのがね、お祭りライターの池田社長という、本当に、ね、お祭り専門誌がなんかあるんですけど、そのライターさんが、祭りのことをちゃんと分かった上で、あえて全然その縁もゆかりもない、まさしく新しい祭りをやるというセルフ祭りのコンセプトなんですけど、非常にコンセプトはしっかりしてるんですけど、多分行かれた方はよく聞かれるのがなんかすごく可能性を感じるとおっしゃってませんけどという言葉もあれば、ちょっと怖いっていう言葉を聞いて子供が泣き叫ぶという祭りなんですでも非常に、ね、定着してるとありますね。だからね、この言ったのは
結構硬いんですよ、アーティストが。アーティストやりながら頭のすごい硬いやつが多いんですよ。一回あの祭りに参加して、もう自分のこう、なんていうかな、ストッパーを外しなさい、一回みたいな、はいはい、そうすると、どんだけ楽に自分の表現方法ができるかっていうのが分かるでしょっていうことで、まあ、アート側からも面白いんじゃないかなということですね。特にまあ今、僕たちはアーティストって言葉を使ってますけど、アーティストって言葉の悩ましさはありますよね。本当にこう職業としてはアーティストっていうのはないわけですよ。職業本人もないわけで、その中でアーティストっていうことを名乗る人たちが何をしていくかということに関しては、今すごくいろいろ思われてるのかなと思います。それはそうですね。で、2番目のところでね、例えばアートデザインって書いてるじゃないですか。はいはいはい。で、本来アーティストっていうのは、自分のためにまず創造エネルギーに基づいて物事を作っていくのがアーティストなんで、誰かのためにかのからしましょうなんていうのは、まあ2番、3番目のことなんですね。で、今やってるそのイベントやったり何にしても結局見る側のことを考えたり街のことを考えたりするから、要は本来で言うと都市計画をするデザイナーが考えてるようなことをアーティストがやってるというか、頭の中で無意識にやってるかというか、だってね、岡本太郎が例えばね、ドーンとオブジェを埋めたとか天王寺とかに建てるじゃないですか。絶対周りと不調和音が出ますよね。なんか俺はこんなの作りたいねんっていうのと、だから街のことと考えてませんから、ね、俺はこれなんだみたいな。そうするとなるんだけど、今結構ね、すんなりするんですよ。すんなり落ち着くのは何かというと、やっぱりデザイナーさんが、デザイナー的な思考がアーティストの中にこうあるんです。で、僕は決してそれいいとは思わなくて、ちゃんとデザインする人はデザイナーなので、アートの人はもっともっとわがままで自分中心のものを作っていった方がいいというふうには僕は思ってます。そのデザインとアートの違いっていうのは多分ちょっと多分分かってらっしゃらない方もいらっしゃると思うんですけど、三村さんの方がね、ものすごく簡単に言うと自己中心的にやるのがアーティストであって、で、まあ他者のためというか的な、姿勢を持ちながら物事を解決していったり作ったりしていくのがやっぱりデザインだと思いますね。すいません、と言いながら三村さんが作っていただいたものの上をちょっと飛ばしてしまったんですけど、この若手アーティストは応援しないっていう言葉はどう言ってありますか？僕もずっと言ってますもん。その、なんか、あれです、行政の若手アーティストの育成プロジェクトとか。ありますね。よく革命軍に掲げられてることあります。バカじゃないのかなと思うんですけどね。なんでバカじゃないのかというと、まあ、当然僕もある年代まではプロのアーティストとしてやったわけなんで、そうすると、若い時って何でもできるんですよ、パワーがあるから。もうそれこそ、飯を食うのも忘れて没頭してやったり、もうバイトチームのことでやりながら一生懸命作品を作ったり、それパワーがあるんですよ。まあ、肉体的なパワーもあれば、その精神的なパワーもある。本当にこの手助けしないといけないのは、30代後半とか40代ぐらいになってきて、もうキャリアも積んで作品もすごいいいのを作れるし、もうちょっとこいつが上上がれば世界的にボンといけるぜ、ブレイクするぜっていうやつが結局、経済的な理由とかいろんな理由でアート活動を休止とかやめないといけないという状態になることが多いあるじゃないですか。そういうところにちょっとこうバックアップしてやると、もっと花が咲くし、その花が咲いているのを見せることによって若い人は目標が明確になるから、俺もあいつと同じようにこうあれで食いたいとか、なんかこうね、俺も世界に飛び立ちたいとか思うわけじゃないですか。若手のアーティストをそのいっぱいやってて、ね、そんな金を捨ててるのと一緒ですよ。そんなことをしてどうするんだみたいなことをよく言いますけどね。確かに、まあ、今若者というのは何歳まで指すかというのは、実は35歳で指すという話があって、高齢化社会だなと思うんですけど、ちょっと置いといて、僕なんかも先ほど7年半ぐらいに、まあ、ちょっと映像を流しながら、いわゆる若手アーティストを応援する団体と言われたりとか、そういうことをしてきた中で思ったのが、そうですね、まあ、宮根さんおっしゃるみたいに、そもそも若手アーティストって非常にシーンが恵まれていて、そういったことを、まあ、うまく使うか、もしくはそもそも使わないで頑張れよって話がある一方で、やっぱり30代ぐらいから、まあ、これは制度の問題もあるけども、逆にこう、まあ、一言で言うと、食えないって話ですね。まあ、結婚とかいろんなライフイベントがありますね。その中で割と頑張っていたアーティストであったりとか、まあ、アートプロデューサーといわれる、まあ、支えている立場の人たちが、まあ、どんどんいなくなってしまったような感じがあって、まあ、あの時すごく思いましたね。だから今多分ご存知の方も多いと思うんですけど、割とアートプロデューサーと言われる方って、まあ結
構女性が多いっていうのはそういうところも指している気がしていて、あ、別にこう男女的な話をしたいわけじゃないんですけど、いわゆる結婚して嫁を養うとか子供を養わなきゃいけないっていうのも結構どんどん抜けていったものを見てきたっていうのは僕個人としてはありましたねっていうちょっと昔話でした。はい、あのその通りだと思います。だから僕独身です。なんか安いでませんどうですか、谷口さん、何かこう意見ありますか。確かにあの経済基盤というかアート系のお金って非常にビビタル、マネジメントの人間として非常にビビタルものがあって、で業績もあんまり出せ、お金があんまり出せてないというか、人材育成のマネジメントの人材育成のお金出せてないとか言って、私もその一人なんです。あの食べれてない人間の一人なんですけど、そうなると必然的に女性が多くなるよね。で、女性も、うん、なんか結構なんかフェードアウトしていく人がいるよね。で、内部の人材、まあ一回子育てをして一応アート系のマネジメント経験者はいるんですけど、なかなかそこからまた這い上がれてないんですよねっていう人何人か見てきてます。そこでこの次の課題に行くんですよ。プロのアーティストを目指すのあるでしょ。はいはい、ね、いつもね、まあ、ここに来てる若いアーティストにも知ってる子がいるからよく言うんですけど、あのじゃあプロとアマチュアの差って何なんだってよく聞くんですよ。結構ね、みんなアーティストの、まあ、肩書きがないから例えば名刺もらったらアーティストって書いてね、今日20代前半の子とか前の10代の子とも私アーティストなんとかですって名刺もらうでしょ。バカだと思うんですよ。と思うんです。はい、今それから違うことは悪いんですけどね、その根底は。ほんでね、いや結構ね、アマチュアとプロってあるじゃないですか、ね、まあ要するにさっき言ったみたいにそれで職業として食べるか食べれないかという問題も一つあるんですけど、アマチュアって言ってもね、プロと同じことできるんですよ。ほとんどだって展覧会をすることもできるし、絵を売ることもできるし、ほとんどのことが9割近いことはアマチュアでも多分できるんです。逆に言うとプロじゃないとできないことって何なのって聞かれたら、えっと言葉に詰まるぐらいの話であって、あのほとんどないんです。で、それだったら僕あのアマチュアというのはもっと真剣に考えた方がいいんじゃないのっていうことを思ってる時に、たまたまこの前ね、あの新聞オーナーさんが、あるツイートをフォローしてて、それがあの宮島達夫さんっていう、まあ、日本の代表者現代アートですよね、そうですね、デジタルのこう数字がこうデッポを使ったりする人ですけど、ワークショップに行かれたらね、ワークショップもありますし、はい、でその人がやっぱりこういうことを言ってるんですよね。例えばアーティストイコール絵でご飯を食べてる人とすると、なぜご飯を食べられないのか、食べれないのにずっと幻想の旗を掲げたままで下ろさないのか、その一つに芸大とか美大の先生がその持ち続ける幻想を若い生徒も語りすぎているのではないかね。やっぱり自分がそれ憧れてるからそれがアートだと思ってね、やったり、それとかこれは僕一番感動というか共感だったんですけど、アーティストとは生き方を語る、生き方のであるというね、例えば気分屋さんですとか愛妻家ですっていうのと同じで、建築家とか医者とかっていう職業の名前と同列ではないっていうんですよ。当然考えたら建築家になるのもね、あの免許を取らないと家建てれないし、お医者さんも免許を取らないとなれない、資格があります。プロとアマチュアの差っていうのが歴然としてる。でもアーティストっていうのは今日から僕アーティストなんですってさっき言ったみたいに名刺に書くことができるんですよ。まあ、それぐらいこうなんかこう境目がすごくないというか、自称で名乗れます、ね、はい、なんですね。で、彼曰くはまだ続いてて、アートには最低限の美の基準線があり、大学で教えてるのはそこである。その最低ね、これぐらいの技術がなくて、これぐらいのこうものができないと、あの責任を通用しませんよみたいなところを一定水準まで上げようというのが大学の教育なんですね。しかし、それを満たしているから売れるというものではない。というか、大学で異性績で出ても、決してそれがプロのアーティストになるとは限らないですね。それで、ほとんどが時代や環境や流行など、外的要因によってその価値観が変わるので、食えるということと質とは別である。まあ、同じことですけど、いくら質が高くても、ね、時代が悪かったら食えないかもしれないし、ちょっと流行外れなことやってたら食えませんよっていうことだとか。で、
ここがもう最後に書いた神国っていうのは、質とは、質と向き合うことは自分と向き合うことである。食えるということは偶然だと腹を決めれば後はなく、悲しいのは食えないことではなく、アーティストとしての目標を見失うことであるというのが彼の最後の締めだったんですよ。で、あ、同じことを考えてる人がちゃんと文章にしてくれてる人がおるわと思って、はい、ちょっと僕は楽しかった、嬉しかった気持ちでしたけどね。だからそれだけ言ったらプロだかちゃんのもそうなんだけど、やっぱりそのもう少しそのこう自分の人生みたいなものを考えた時に、いや全然こうあんま堂々となんかプロってかっこいいけど、アマチュアって言ったらかっこ悪いのかな。でも僕はなんかアマチュアでもいいじゃないの。それやったら自分の生活をきちっとやって、自分が食べていけるだけのことを、まあ、なんか食事についてやって、で寝る時間と仕事を除いたらやっぱ8時間ぐらい余るわけじゃないですか。その中で自分の好きなことに対して没頭してやっていって、県なんか見られてもいいやろうし、策を打っても構わないようにどんどん自分のことを広げていって、最終的にじゃあそれで食えるんだったらプロのアーティストに転向してもいいやろうし、なんかそこをもう少しせっかく自分の人生なんだから考えた方がいいと。そうしないともう周りいっぱいいますよ、その若いアーティストで、まあ、グループ展やってる人なんかにも僕言うんだけど、グループ展やって何するのみたいな、仲良し恋しあってお互いになんかこう旦那さんやってんのみたいな、なんとかちゃんも頑張ってるね、私も頑張ってるし、一緒に頑張っていこうねじゃないやろ。仲良くするのはええことや。でもあなたが世の中に出ていくということは、その子らの中から頭角を現して出ていかなきゃねえで。そうすると何が来るかというと孤独感が来るとか、ね、不安感が来るとか、いろんなものが来ますよね。だって周りの仲間から一歩出るねんから、それはすごくきついですよ、精神的に。でもそうすることがそのプロのアーティストの道であり、なんかこう逆に自分を追い込みながらいい作品を作れる原動力になっていたりね、すると僕は思ってて。そうですね、非常に共感する、同意する部分です。僕自身もその若手アーティストを応援してるってことを、まあ、言い続けて7年半やってきたんですけど、途中から自分が言ってることは実は若者を応援してるってことだなと思ったときに、正直に言うと、まあ、さっきアーティストというのはいつでも名乗れるって話があったんですけど、アーティストっていう前に自分自身と問いかけをしている、自分自身に対して何かこう向き合っている人が少ないなっていうのは非常に結構辛いなと思いました。これは別にアートじゃない、なくてもそうだと思うんですけど、やっぱりそれで食うっていうことは、まあ、今プロとアマチュアって話がありましたけど、やっぱり自分がやってることに自分が一番こう向き合ってるかっていう人と会うことが、まあ、個人的にはちょっと少なかったっていうのがあるので、なんかいろんな顔を浮かべながらちょっと今話を聞いた感じですね。いや、そうそうですね。だから、まあ、この考え方もある種偏ってるので、さっき言ったように、アートに対する考え方はもちろんいろいろあるので、まあ、僕は、まあ、たまたまそれを最近よく思うなぁというか、確かにまあ、アーティスト、アーティスト検索のかな、なんか本があったと思うんですけど、なんか僕がその、ちょっと昼の仕事が実は金融で働いてる人間もあるんですけど、そういう人間が飛び込んだと思ったのが、いわゆるこう、自分の表現で食べること、つまりまあ絵で食べるとかっていうのが分かりやすいと思うんですけど、なんかそれがベストというか一番上にあって、なんかそれ以外のことはなんかちょっと挫折感みたいなものがあるみたいな空気感は、僕はちょっとすごく不自然とか、なんでだろうと思った記憶はありますね。で、今実際に今アートっていうものに対して思う、外から思うのは、なんか非常にアーティストランドの話が多い気がするんですよ。つまりアーティスト、有名な画家とかアーティストで、なってる人がすごく影響力があるけど、実はそれを支えているスペースであったりとか、まあ、いわゆる、まあ、プロデューサーみたいな人が若干ちょっと何かもっと光が当たるというか、もっと発見してみたいなと思ったりするんですけど、これはすみません、傲慢の意見かもしれませんが、どうなんですか。そうですね、まあ、そのあたりは、まあ、どうしても表に出る人がアーティストなんでね、なかなか裏方の人が脚光を浴びるというのはなかなかまあ少ないんですけどね。でも、まあ、少しこう変わってるなと思うのは周りを支えてるというか、普通の職業を持ってアートに関わっている人は結構生き生きしてるというのは、須田さんもね、分かるじゃないですか。現場に行ったら普通もそうなんだけど、初めてアートに出会って、
なんかそのイベント支えてるのが近所のおじちゃんとかおばちゃんとかだけど、めちゃくちゃ頑張って支えてくれてるんだけど、逆にアーティストの方がもっと頑張れよ、お前を盛り上げてくれてるんだろうみたいなところって結構目にするので、うんうん、だから逆にまあ、さっきあのアーティストの話で言えば、なんか今非常にブルネンがうまいアーティストが増えているんですけど、なんか非常に頭でっかちなアーティストが増えている一方で、そういったまあイベントの中で全然そのアートに触れたことがない、まあ、年配の方だったりいろんな方がなんかこう、あ、これがアートなんだねっていう、その生き生きとした顔をするときっていうのはすごく可能性を感じる瞬間があるのかなと思ったりしますね。そうそう、だからさ、一番最初に言ったように、もうすごいファジーな考え方なんで、あのそれこそお年寄りでも子供でも誰にでもアートが当てはまるのがいっぱいあると思うんで、だからこれ書いてるように、プロのアーティストを目指すなって言ってるけど、あのアートをやることは大賛成ですよ。もうみんながアートに触れてくれたり、アート活動をしてくれたり、いろんな立場でアートっていうその芸術表現、人間がそのね、一から作っていくものの面白さみたいなものをやるのは大賛成です。ただそ、やるのとまたその職業的にセレクトするのは違うじゃないですか。まあ、そういうところで言ってて、で、内心はですよ。内心はこう聞いてる人が、あのおっさんがどこで偉そうに言いやがってと、俺は絶対10年後にあのおっさんの前に有名になって見返したんねんみたいなぐらいの若い子が出てくるとすごい嬉しいんですよ、うん、そうだからこんななんかちょっと変な厳しいというか独善的な言い方をするんですけど、でも内心はそうです、うん、やっぱりこう僕もアーティストやってたから、やっぱりその自分の好きなことこう本能的なアーティストは持ってるので物を作りたい、食欲とか性欲と並んで、でやっぱりそれを忠実にやっていって、やっぱそれが努力が報われて自分が評価されるようなところに行ってほしいというのはあります。まあ、そんな話をしながら3つ目のところの都市型アートイベントを作ってみます。どうですか。先ほどもおっしゃってたんですけど、確かに関西圏で立つのだあったりとか、木津川だったりとか非常に増えてきたなっていうのが、今高野山とかでも行われてたりとかするっていうのに、まあ、確かに違和感がありますし、まあ、その中でアーティストの選定とかの問題にもなってくると思うんですけど、そこに対して、まあ、地域の作家さん入れてるのはいいんですけど、いやいやそこでどういうふうにやっていくのかが非常にアバウトだったりとかするので、非常にアートの消費の問題にもなってくると思うんですけど、そこに対してすごく違和感が感じますね。アートを、消費というか、なんかアーティストがなんかわけもわからないアートイベントに巻き込まれて非常に威力だったりとかをそがれて帰ってくるっていうのを見てきているので、結局ね、何かね、強引に持っていっちゃうとダメなんですよ。例えば A っていうと A っていう山村で流行ってること流行ってるかもね、結果を出したアーティスト、じゃあ次また B に持っていってまた B でも成功するだろうと、 A と B 違うじゃないですか。違いますね。ね、要は何かというとね、あるもの探しをしないといけない。ないもの探し、ないものネタをしていると、いつまでたっても外からのものを頼らないといけないじゃないですか。で、結構成功してるアーティメントっていうのは、ちゃんとその町の特徴とか、その村の特徴みたいなの、あるもの探しですよね。あるもの探しをまずやって、そこをきちっとそこからこう導入にして、奥にこう深く考えていくと、結局、村の人とか町の人すら忘れかかってきてたような、ものをちゃんと掘り起こしながらやってあげると、みんなすごい共感するし、一丸となってやってくれるんですけど、何かを持っていって、じゃあこれは世間で評判がいいからあなたたちやりなさいっていうのも、もう逆に通用しませんね。そうですね。結構まあその落下型というか、こう有名な人とか東京で流行ってるらしいよ、ドーンと落としたっていうことはやっぱり暗謀というか、ね、そうそう、だからね、今日関係者だからね、申し訳ないんですけど、僕ね、神戸ビエンナーってやってますから、はい、神戸ビエンナーはね、実は、ね、ものすごく可能性を感じてるイベントなんですよ。私は逆にあれだったんですけどね、一応私神戸出身で非常に神戸ビエンナーレに距離を置いている人間というのはね、普通そうなんです。あれはイベント出してみたらレベル低いしダメなんですよね。神
神戸市ね、おはぎ断言書もダメなんです、うん、でね、でそれに対する意見をいろんな人が言う団体がまたあってそこに火をつけたのは僕なんです。僕がそういう市民の会を開いてそれを議員でも動かして市長まで持っていけみたいなことを言ったのは僕なんですけど、だからすごい責任を感じてるんです。でその時に僕すごく冷静に考えたんです。それは僕一番最初に言ったことに戻るんですけど、アートって何ってなった時に、現代アートもあるし、生活美術もあると思うんですね。そうするとどういうことかっていうと、現代アートの人から見てるとビエンナーレなんて名前を銘打ってやってるけど、全然そのビエンナーレみたいなその国際的なものでもないし、なんかそのアートの、ね、最前線どこでも時限代もっとやってるし、瀬戸内芸術祭もこうだしみたいなことをやると、もう全然物足らへんわみたいな、何やってんのこのアートの税金使ってるのにみたいなところになっちゃうんですよ。そうですね。じゃあないよっていうの、僕はそこでじゃなくて、たまたまあれってね、いいか悪いか別にして、グリーンの展示、まあ、お花の展示とかいろいろあるわけじゃないですか、はい、あれと現代アートはそこはないだけなんですよ。そうしたらどうするかというと、そっちの方に力を入れるんですよ。世界というか日本でどこでもやってない生活文化を真正面から考えて取り上げるビエンナーレの人がいいんですよ。そうするともっともっと両方がつないでそれがメインになってくるじゃないですか。で逆に言うと、大阪でも生活技術っていうのは大きいんですよ、キャンパスシティは。その中に現代アートの一部のコンテンツを、強烈なやつを入れ込めばいいわけなんですよ。そうするとどうなるかというと、パッと神戸の人って、ね、おしゃれであったり食べ物のこととかうるさいじゃないですか。その中に例えばアートとコラボレーションしたファッションショーが急遽うちでちゃんとやりますと、そこには周りのプラダとかビトンとかみんな協力せえと、大丸ももちろん協力しろと、いうのでファッション的なアートとファッションのやつをビエンナーレでやるとか、例えばもう、中華街の中で食とアートの中こうコラボレーションやるとか、もう少しだから他がやってないことをやらないと、まさにさっき言ったように都市型のアートイベントはそういうことなんですよ。あるものを探して、この街のポテンシャルを高めるために何が必要なのかって、僕いつも展覧会とかイベントに来てくれる人はもういいんです。来てくれない人は何で来てくれないのかという理由を探さないといけない。じゃあ神戸みたいなところでやってるのに神戸市民ね、関心示さないじゃないですか。はい、すいません、関心示さなかったですね。じゃあそれ何なのということを霊験を突き詰めていったら、まあ、簡単だと面白くないんだけど、はい、でじゃあ面白くするにはどうすればいいのということを考えると、僕は多分そんなすごく言葉は荒っぽいですけど、日本で初めての生活美術を真正面から取り上げたビエンナーレの模索をすればいいと思っています。どうですか、谷口さん、何か意見が。ちょっと神戸ビエンナーレのことをご存知でない方で補足をしておくと、神戸ビエンナーレはコンテナで、の中で現代アートの作品が展示されるような展覧会です。でそれは、公募ですよね。公募で、募集をかけて、である一定の水準に達した作家さんが出していいですよということで展示をするのと同時に、あと同じような、会場の中でいけばなの展示っていうのもあるんですね。でいけばなっていうと器の中に花が挿しているような池の坊さんとかね、そういう感じのものもあったりとかするんですけども、それよりももう少し砕けたいけばなで、その空間の中で植物があったりとかするような感じで、少しかなりアレンジが入っているんですけども、そこが混在、うまいこと混在せずに非常に分かれてたっていうことが違和感があったりとか、あと非常にクオリティの公募のクオリティの問題とかもあったりとかする中で非常に違和感があったりとかして。別に神戸じゃなくてもいいじゃない、コンテナなんてどこにでもあるしっていうので非常に距離感を置いてたっていうところが、私が距離感を置いてた理由なんですね。で、まあ、正直な話、まあ、どこでも見れるようなものっていうのは必要はないと思ってて、でそれを模索するために、で
それも、もう全くサポーターが集まらないとかっていう問題が非常に神戸ビエンナーレの中にあって、事務局が非常に大変だったっていう。で、お客さんも来ないし、非常に、会場がメリケンパークっていうところなんですけど、行った時に非常にお客さんが閑散としてて、むしろ街の中の方がよっぽど人気があるよねっていう状況になってました。神戸の人がいたら怒られそうな、まあ、神戸の人が言ってますしね、あの周りのアート興味のある方ももういいわあそこっていうような形でちょっと突っぱねてたっていう。まあでもね、聞いたらね、次はね、背中のしてで、川見やったらその次とか言ってますか、だからその次を期待して、はいはい、その次っていうのは4年後今3、4年後ぐらいですよね。だから、あのね、僕もその時に言ったのは、本来はそうなるの分かってたんですよ。だから、決断で 1回だけは間飛ばして休んで、もう1回ね、練り直した方がいいんじゃないですかみたいなことを言ったんですけど、あのまあまあね、行政なんでなかなか動き出していった予算を止めてしまうと、次の予算がね、つくのがまたね、ややこしい話になるので、まあ、無理だったと思いますので、はい、まあ、期待しましょう。どうですか、なんかこう、言い足りてないところないですか、なんかありそうな感じ。宣伝もどうぞ。いやいや、言い足りてないこともないですよ。あ、言い足りてることはないんだけど、あ、僕が言ってることも宣伝兼ねて言います。あのですね、去年から味噌野で忘年会やってますで、とりあえず味噌野ってあるんですもんね、あのでっかいこう古い建物があって、その2番一番広いところが大広間が350人入れるんですよ。着席的に聞いたら350、500入れたら500入れたかったんです。そこでアーティストの大忘年会をやってるんです。おお、大忘年会で、それの賛同してるのはもうほんまにこう大阪のギャラリストであったり、その公的な美術館の学芸員であったり、いろんな人がずらーっと名前を綴られられてて、であっという間に350埋まっちゃうんです。へえ。でその時に、なんで僕がそのことをやり始めたかっていうと、要はアーティストってすごい自由な職業なのでじゃないですか。それに憧れてなってるのに、でも実際アートの世界に入ってみたらすごいヒエラルキーがこうあって、で各グループがあって、で、まあ、アーティストがこのグループとこのグループを仲良くしたいってなったら、このグループとこのグループはちょっと垣根があって、向こうに行っていくんやったら行ってしまえ、こっちに戻ってくるんだみたいな、なんかそんな狭い世界なみたいなところがあって、じゃあそれは僕も嫌なので、じゃあそのみんながその壁を作る作業をするんだったら、もう僕らは全部取っ払っていくからっていうんで、全部物作戦なんですね。風通しを良くする。そうそう、風通しを良くする。それを、例えば僕がイベントやるからそこにみんな参加してねって言ったら、絶対お金の問題とか絡んでくるじゃないですか、誰がどのポジションに。だから一斉飲み会なんですよ。で、350人やって、で、まあまあまあ面白かったというのがあって、たまたま大阪で今アートに力を入れてる千島ザリア、あの名村造船所を抱えてるところですけどね、であそこがあの会場女性とかするよみたいなのがあって、応募してよってなったんですよ。それはまたひでえ話で、その応募の締め切りの日にもうプワーッとこの代表のサハさんという人が売って持っていったんです。それが通っちゃって、で、まあ、この11月の8、9で名村全体を使ったイベントをしないといけないことになったんですけど、でそれは、まあ、そのコンセプトの延長なんですよ。要はそれもいろんな団体の人が参加してくれるんですけど、もっと本来アーティストが自由に動けるような場を提供しないと、なんかすごく閉鎖的で、で本当は現代アートとか、さっき言った生活美術のものだったり、今度はフットサルとかも来るんですけど、スポーツ的なイベントであったり、いろんなところに交流のきっかけもあれば、こうひらめきのね面もあったりするじゃない。でもそれはもう、こう、そういうフラットな活動をお互いにした中で生まれてくるのかなというのを思ってて、でとりあえず今の活動は、今まで僕らの先輩とかが作ってきたものをとりあえず全部ぶっ壊せみたいな、こんないらんものを誰が作っとんねんみたいな。でそれはね、作る意思がなかったと思うんですよ。作る意思がなかったけど、結局ね、アートみたいな自由なものでおったら、さっきの話だよ、誰でもアートって名乗れるんだから、きちっとしたそういう裏付けみたいなものをせなあかんから、でみんなが知らず知らずのうちにそういう垣根みたいなものとかいろんなものを作ってしまったんですよ。で作ったものをじゃあもうできたものを壊すしかないやんみたいな活動をなんか最近してるような気がします、僕は自分自身で、
僕個人、まあ、非常にこう三浦自身もアーティストとして活動されたからこその言葉かなと思って聞いてるところがあるんですけど、まあ、僕は今、まあ、すみません、あの時間を気にしながらってきて、じゃあ順番何するかとかなんですけど、僕はやっぱりそのアートイベントが増える中で、その主人公にアートファンって増えてると思うんですよ。なんか行って面白かった、まあ、何でもいいんですよ、楽しかった何でもいいんですけど、だそういう人たちをが次の日にはなんかもう忘れちゃうというか、そういうのがすごく気になっていて、多分僕が今やることはそのアーティストたちがその風通しを良くすることも非常に大事だと思って非常に分かるんですけど、僕はそういったそのアーティストではなくてそのアートイベントに来る人たち、来た人たちを何かアートにつなげるようなことをしたいなと思っていて、まあ、今個人的にはその僕自身がやっぱりそういう属性があると思うんですよね。つまり昼なんか普通にしがないサラリーマンやってるから、だからそういう意味では、まあ、アートっていうものに対して僕が思うのは今は、まあ、一言で言うと鑑賞教育って言ってるんですけど、不安を増やすことっていうのは僕が今やりたいことかなと思ったりしていますね。